聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。北東北編第5話お届けします。現在地は JR 秋田駅です。前回の第4話で五能線の観光列車リゾート白神による鉄道旅行をご覧いただきました。で、秋田県内での観光第1弾として道の奥の小京都角館旅行の様子楽しんでいただければと思っています。ぜひ最後までご覧ください。これから秋田市内で一泊する予定にしてますので、そろそろ改札を出たいと思います。初めての駅ってワクワクしますね。3、4番線は羽越本線の乗車口になるわけですね。これが五能線の各駅なわけですね。秋田駅の駅舎の外に出ました。もう真っ暗です。今夜お世話になるビジネスホテルさんなんですが、こちらに秋田県のローカル局ありまして、さらにそのお隣、こちらです。ホテルアルファワンさん。今夜はこのビジネスホテルさんにお世話になります。意外と近いところにあって助かりました。早速チェックインします。これが一晩過ごす今回のお部屋です。カードキーかざして。よいしょ。手間かかりすぎましたけど、早速今回一晩過ごすお部屋で説明させていただきたいなと思います。一泊素泊まりプランで6100円。これまで同様、楽天トラベルのサイトで予約をしました。まず部屋に入って正面にテレビと机と鏡があります。鏡の上にはライトがついてます。そして、すでに部屋着が用意してあります。ベッド周り、こんな感じになってます。一通り照明関係もここで操作できるみたいです。上の方にはフロントと連絡の取れる電話機ついてます。これがエアコンということです。ひときわ目を引く絵画が心の癒しを提供してくれるんですが、個人的に嬉しいなと思ったのはこれです。十分な長さがある鏡が1枚あります。向かい側、ハンガーは2つですね。ユニットバスタイプですね。洗面台と、それからお風呂はこんな感じになってます。こっちの鏡も大きさがあっていいですね。アメニティに関しては1階のエレベーター付近に用意があるということでした。あとチェックインした時に冷たいおしぼりいただいちゃいました。で、冷たいおしぼりとあったかいおしぼり選べるらしいんです。長旅をしてきた時には嬉しい心遣いだと思いました。この後少し時間を置いて近くの居酒屋へ。ではおやすみなさい。おはようございます。2023年5月4日の朝を迎えました。窓の外を見ますと雲一つない素晴らしいお天気で、まさに絶好の散策日和だと思います。一晩お世話になったホテルアルファワン秋田さんのチェックアウトを済ませまして、目の前に秋田駅ありますので、改札を抜けて角館を散策するローカル線の旅始めたいと思います。秋田駅到着しました。早速改札を抜けたいと思います。こうして意気揚々と秋田駅の構内に入るまでは良かったのですが、どういうわけか目的地の角館駅に着いた時にはお昼近くになっていました。また僕が何かやらかしたのではと思われたかもしれません。本来ならじっくり説明したいのですが、今回は少々尺が足りないため、次回の北東北編最終回を挟んで後日配信する番外編にてより詳しい経緯を説明させていただきます。宣伝めいて心苦しいのですが、楽しみにしていただければ幸いです。
観光案内所角館駅前終わります。ちょっと寄ってみましょう。仙北市観光情報センター角館駅前蔵ということですね。観光案内所の中に伝統工芸品が展示されてました。徒歩で12分だそうです。歩きますか。ここは角館の郷土料理のお店、七兵衛さん。この角館、町が形成されたのは1620年。当時この地を治めていた足なしが町の整備を始めたらしいんです。ただしその町づくりはそんなに簡単なものではなかったということです。その足なしの菩提寺である天寧寺、この辺りにあると聞いて来てみたんですが、周りに誰もいないのでマスクを外して撮影を続けることにしました。これじゃないでしょうか。旧城主足名家の墓地ありました。これが天寧寺です。詳しいことはよくわかりません。ちょっと山門まで行って雰囲気だけでも見させていただこうと思います。両側墓地になってますね。多分あれが本堂。おそらく2週間前は桜で本当に綺麗だったんでしょうね。今はすっかり葉桜です。ちょっと左にずれてあげますと青々とした紅葉の葉が見えます。簡単にですが天寧寺見ていただきました。さてちょっと寄り道が過ぎました。もう一度武家屋敷の方に向かいたいと思います。武家屋敷やってきました。今気がついたんですけど、すごく低い位置に紅葉の葉っぱがいっぱいついてるんです。秋になったらこれは見事なもんでしょうね。ここは仙北市指定史跡の織田の家。もともとは別の主君に仕えていて、その後に佐竹氏の家臣になったそうです。ちなみに大曲がりで入手したパンフレットによると無料で立ち入ることができるそうです。中流階級の武士の邸宅だと言われているこの織田の家の邸宅、早速見ていきたいと思います。お屋敷の門をくぐったら、中の座敷は全て一望できる場所を見つけました。この縁側から先、入室をお断りしますという注意書きを見つけました。大体こんな感じなんだなということで見ていただければと思います。何も知らずに来ちゃったんですけど、映すことはできませんが、武家屋敷の通り、人力車が練り歩いてます。このお店、お食事処桜の里さん、絶品の親子丼があるっていうことだったんですけども、めちゃめちゃ長蛇の列できてます。やばいです。まだ5月だというのにすごいものを見つけてしまった。これはもみじでいいんでしょうか。もみじで多分いいんですよね。5月なのにめっちゃ綺麗な朱色に染まってます。嘘、マジですか。いやー、青空によく映えるな。もう一軒武家屋敷ご紹介したいと思います。こちら秋田県の指定史跡岩橋家。この武家屋敷も無料で入館できるそうです。さあ、この武家屋敷はどんな感じなんでしょうか。岩橋家の詳細はこのようになっているようです。せっかくなのでこちら入ってみます。ズ
上注意。なんか石垣島鍾乳洞を思い出しますね。お屋敷の中、縁側の方から見てこんな感じになってるんです。何の気なく入ったこの岩橋家だったんですが、盗み聞きとか良くないと思うんですけど、人力車の車夫さんの話聞いたら、山田洋次監督の時代劇三部作の一作目黄昏清兵衛のロケで使えたらしいです。でも大好きな映画なので立ち入ることができて本当ラッキーでした。角の立てうどん丸川さんで焼き団子200円で出しておられましたのでいただきたいと思います。いただきます。ふわふわと柔らかい食感でありながら、ほんのり醤油の味がついていて甘さもあるし食べやすくて美味しいです。うん、これも一緒にどうぞとお勧めされました、はい、ゆかり堂さんの豆乳かりんとうだそうです。いただきます。あ、もったいない。勢い余って飛んでしまいましたが、サックサクで美味しいです。板状のものは初めて見ました。もったいないことを知りました。本当すいませんでした。丸川さんからこれも試食してってと強くプッシュされまして、ゆかり堂さんのピリ辛のかりんとうだそうです。ピリ辛、辛いんですかね。舌を刺すほど辛くはないでしょ。ちょっと辛いかなって感じるぐらい。角の立うどん丸川さんありがとうございます。今度はうどんを食べに行きますね。角の立うどん丸川さんのご主人とたまたま僕のすぐ近くにいたご家族連れがとても親切で、記念写真までさせていただけることになって、僕が旅の中で求めていたものがまさにあの一瞬に凝縮していたような気がしております。ここは角の立歴史村青柳家、ここに撮影をしてもいいでしょうかとお尋ねした。ハイカラ館さんがあります。さて、入館料が発生するんでしょうか、聞いてみようと思います。青柳家の敷地内に入りました。入るには500円の入館料が発生するらしいんです。コーヒーをいただくだけなんですけど、あった、すぐ見つかりました。なんとかハイカラ館さんから撮影を聞いてきました。お水いただきましたので口の中をどうします。こちらアイスコーヒーです。詳しいわけじゃないんですけど、ガムシロとミルクが混ざって本当にする味です。短い時間経ったんですがアイスコーヒーをいただいてリフレッシュできました。桜の里さん戻ってきたんですが、やっぱり長蛇の列続いてます。1時間ぐらいは待たされそうだな。よく見たら親子丼50食限定だったんで、もし今日はおしまいですってなったら引き合いましょう。ようやく順番が来ました。並び始めてからすでに1時間10分が経過しております。比内地鶏の親子丼です。比内地鶏を1個の丼分に3個使ってて、しかもふわふわのトロトロに仕上げてありますっていうのはその通りで、鶏肉も噛めば噛むほど味が出る究極の名にふさわしい親子丼でした。
桜の里さんでたくさんのメディアに取り上げられたという比内地鶏の親子丼をいただきました。あんなにもすごい繁盛店だと把握しないでそのまま撮影してもいいですかなんて言ってしまって反省の気持ちでいっぱいです。じゃあ次の場所移動します。アイスクリーム、桜のアイスクリーム買ってきます。桜のソフトクリーム1個350円でした。お休みどころ武家屋敷の茶屋さんで買ってきました。早速食べてみます。拙い表現力で申し訳ないんですけど、桜餅をソフトクリームに落とし込んだような味がします。せっかく声かけてもらったんで地酒の試飲やらせてもらいます。名前が道の区小京都秋田角館という特別自慢し試飲させていただきます。上手な返しができないんですけど、なんとか頑張ります。ちょっと辛口かなって、すいません、僕の舌がバカだったみたいで甘口でした。でもスーッと入ってくるいいお酒だなって思いました。こちらが花おぼろという限定品だそうです。前の特別純米酒よりもピリッとした味わいがあるそうです。おっしゃる通りで引き締まるような感じの味がします。以上聞きだけでございました。木下屋吉成さん、店内の方では地ビールも売ってまして、角館地ビール580円、早速飲んでみます。吉成さんの方でこんなにカップまでご用意いただきました。感謝してもし尽くせません。つきすぎたかな。ああ、うまいし。独断と偏見の角館の旅になりましたけれども、だいぶ日も暮れてきました。ぼちぼちと角館駅に戻りたいと思います。一生忘れない思い出がたくさんできました。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。僕の表現力が拙いがゆえに魅力を十分に伝えきれなかったんじゃないかなと悔しい気持ちでいっぱいです。それでも角館に行ってみようかなと思っていただけるきっかけになればいいなと願っています。さて次回の北東北編第6話はいよいよ最終回です。角館と一緒に行こうかなと思っていた田沢湖周辺を探索したいと思っております。ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。